新選組一番隊組長沖田総司、京都を闊歩する鬼あるいは狼と呼ばれた一団の前線を担った男である。しかしそれほどの男もまた胸に救う病魔に抗うことは困難であった。老害に侵され彼は仲間から一人離れ江戸で療養生活を送っていたが、やがて自らの余命が幾ばくもないことを悟った彼は、その最後の一瞬も仲間と共にありたいと強く願うようになった。このまま一人畳の上でおとなしく死ぬわけにはいかない。病身に鞭打ちながら総司は今仲間が待つ京都へ旅立とうとしていたが、生来持つ彼の資質、ついつい厄介ごとに首を突っ込んでしまう性分が、旅立ち早々波乱の事件に総司を遭遇させるのだった。うわー、何の騒ぎだ。平野火星か。江戸も物騒ですね。
遅いですよ。貴様、キラはどこだ。キラ、こいつは厄介なところに踏み込んでしまったな。答えぬつもりか。ならば覚悟せい。今宵の堀部休め、悲願のためには一歩も引かぬ。あなたもやりますね。